マイケル・ホードは、アメリカ合衆国ニュージャージー州サマセット郡、ベルミード出身のプロ野球選手。右ト左ヒ MLB のワシントン・ナショナルズ所属。プリンストン大学時代は一塁首と投手を、兼任していた。2012年にニューヨーク・ヤンキースと契約して、プロ入りしたが、2013年まで同大学の野球部で、プレーを続け。 2013年には IB リーグのピッチャーオブザイヤーに輝いた。2013年、参加の A-9 スタテンアイランドヤンキースでプロデビュー。33試合に出場して打率。235、3本塁打、17打点を記録した。2014年は A 級チャールストンリバードックスと A 級タンパイヤンキースでプレーし、2球団合計で105試合に出場して打率。 292、13本塁打、56打点、2投塁を記録した。2015年は A 級ン波でプレーし、123試合に出場して、打率266本塁打、55打点、1投塁を記録した。2016年は A-9 スタテンアイランド A 級ン波 AA 級トレントンサンダーでプレーし、 3球団合計で56試合に出場して打率。289,8本塁打、43打点を記録した。2017年は AA 級トレントンとトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレーし、2球団合計で126試合に出場して打率。270,20本塁打、86打点、1盗塁を記録した。 オフの2017年12月12日にルール5、ドラフトで、シアトルマリナーズから指名されて移籍したが、2018年3月24日に、同ドラフトの規約で、ヤンキースに戻ることになった。2018年は、A、A-9 スタテンアイランドとトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリでプレイし、2球団合計で108試合に出場して打率、251、16本類だ。 54打点1盗塁を記録した。2019年は開幕をトリプル A 級スクラントンウィルクスバリーで迎えた。4月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、18日のカンザスシティロイヤルズ戦にて7番指名打者で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは五十試合に出場して打率五十九。 12本塁打25打点を記録した。また、投手として1試合に登板した。2021年6月12日に、ディエフェとなった。2021年6月17日に金銭を呼び、後日発表選手とのトレードで、タンパベイレーズへ移籍した。移籍後は、参加のトリプル A 級ダーラムブルーズでプレーしていたが、8月21日に、ディエフェとなった。 2021年8月23日に、ウェーバー工事を経て、ワシントンナショナルズへ移籍し、参加の AA、A、級ロチェスターレッドウィングスへ、配属された。ありがとうございます。